デジは、ルーマニア北西部、クルージュ県に属す都市。県とクルージュイコールナポカの北60キロメートル、ソメシュルマーレ川と、ソメシュルミク川との合流地点に位置する。ハンガリー語名は、デーシュ、ドイツ語名は、デシュ、ブルクロース。ハイウェイで、クルージュイコールナポカ、バイアマーレ、サトゥマーレ、デーダ、ビストリザ、バトラドルネーなどの都市とつながる、交通の要衝である。 小高い丘に築かれた町で古来より岩塩港によって栄えてきた。ローマ時代に採掘された岩塩の塊も発見されている。1214年から1235年にかけてデジオイが築かれた。ハンガリー王アンドラーシュ二世がデーシュを自由王立自治都市に指定すると1241年にタタール人によって侵略された。 当時の沿行は1717 17年に枯渇したが、新しい沿行は現在も稼働している。中には 15km 以上も続く行動もあるとされる。住民は大多数がドイツから来たトランシルバニアザク先人だが、何世紀にもわたって徐々に減少している。1638年には、プロテスタント運動の中で形成されたサバタリアンに対する裁判が開かれ、 死刑が下された。刑は、現在のビストリツァで執行された。1717 17年には、クリミアのタタール人から襲撃を受けた。1876年から1920年にかけ、ハンガリー王国のソルノクドボカ県の中心地になり、1920年から1940年にかけても、ルーマニアのソメス県の中心都市になった。 2002年に行われた2010年時点で最新の国勢調査によると市内には38,478人が暮らしている。そのうち85%がルーマニア人14.1%がハンガリー人0.9%がその他となっている。15世紀に建てられたハンガリー改革派協会が街のランドマークになっている。石造りのゴシック様式で 高さ72メートル、16世紀に壁が補強されたが、1880年代の修復で撤去された。また、フランシスコ会の修道院もあり、改革派協会の近くには大規模なシナゴーグが置かれている。1944年、デジアその近郊に住むユダヤ人およそ8000人が1ヶ月にわたり寄せ集められ、近くの森を興奮させられた。ユダヤ人らは、 同年6月、鉄道でアウシュビッツ強制収容所に運ばれた。1944年、デジ市民の4人に1人はユダヤ人だったが、2008年にはわずか5人が暮らすのみである。シナゴーグの玄関にはファシスト政権の犠牲者となったユダヤ人の鎮魂碑がある。他には、テオドル・ミハリー博士やアレクサンドル・バイダ・ボエボド博士の記念館や運動機疾患や、 骨軟化症に効くとされる奥なで寺沿行などが観光スポットとして挙げられる。ありがとうございます。